佐藤直岳、佐藤直岳、佐藤直岳、1882年、明治15年10月30日から1971年、昭和46年12月18日は、日本の外交官、政治家。林内閣で、外務大臣、戦後には、参議院議長等を歴任、第二次世界大戦末期のソ連対日産戦当時の中ソビエト連邦大使でもあった。 1931年、昭和6年、君一等随法賞。1934年、昭和9年、君一等旭実大受賞。没後君一等旭実東下大受賞と、12位を追贈される。大阪府生まれ。広崎藩士、沖縄県警察部長、田中羊猿六の次男として生まれ、外交官、佐藤愛馬路の養子となる。旧性生,生息中学校。 生息高等学校の前身卒。1904年、明治37年、東京高等商業学校、一橋大学の前身全科卒。同専校部領事課へ入学。一橋では、同級生の向井忠春、三井総元片理事長や、大倉大臣を歴任や福島紀三次、元三井郷理事と主席を争った。後年向井に、中米大使を打診したが、 飛行機嫌いであるとして誇示されている。1905年、明治38年、外交官を及び領事館試験に合格し外務省、入省。在ロシア公使館外交官補、後三等書記官、ハルビン領事、後、総領事、在スイス公使館一等書記官、在フランス大使館一等書記官、在ポーランド公使を歴任した。ロシア革命が勃発した当時は、 ハルビン総領事の職にあり、1917年12月にボリシェビキ勢力がハルビンの制圧を図った際には、他のハルビン駐在連合国領事らと領事団を結成して、当時の中華民国政府、北京政府に介入を要請し、中国軍によってハルビンのボリシェビキ関係者は排除された。この後ハルビンでは陸軍を中心として、グリゴリー・セミョノフやといった反革命勢力の 人物を擁立する動きがあった。日本は1918年8月からシベリア出兵に踏み切るが、佐藤は外務省関係に多かった、出兵に熱心な者の,の一人と評されている。1927年昭和2年に国際連盟帝国事務局長、1929年昭和4年のロンドン海軍軍縮会議では事務総長を務め、 1930年、昭和5年、中ベルギー特命全権大使に就任する。このベルギー大使在任時の1931年9月、国際連盟第12回総会に出席中、満州事変勃発の方が入り、直後の国際連盟第65回理事会で、佐藤は中国の理事からの非難に直面することとなる。続く、第66回理事会は、 第一次上海事変の後に開かれ、ここで佐藤は世界からの非難を一心に受けながら日本の立場の説明を行うとともに政府に対しては自制を訴えた。しかし日本は満州国を承認1933年昭和8年の国際連盟総会で立憲調査団による報告書の採択の際は代表団の一員として 松岡洋介主席代表や長春一、中フランス大使と共に議場を退席した。同年、中フランス特命全権大使。1935年、昭和10年、入省30年を迎えたのを機に辞任を申し出、翌年退任する。1937年、昭和12年、日本への帰国早々林内閣で、外務大臣に就任。佐藤は入閣の条件として、 平和協調外交、平等の立場を前提とした話し合いによる中国との紛争解決、対祖平和の維持、対英米関係の改善の4つを林首相らに提示し、これを確認した上で就任を受諾した。だが、就任直後の帝国議会で、持論の中国との話し合いを解き、戦争勃発の危機は、日本の考え方次第であると述べた内容が、軍部や右翼から、 軟弱外交と非難を浴びることになった。そうした状況でも関東軍が推し進めた過北分離工作に反対し、中国との対立を避けるためにその具体策として、日華貿易協会会長、小玉賢治を団長とする経済施設団を中国に派遣した。施設団の一行は3月12日に神戸港を出版して中国に渡り、紹介席と会見し、 中国政府要人及び経済人と26日まで幾度か会合し、協議した。しかし、林内閣の総辞職と共に退任。その直後に露行橋事件が起きた。1938年、昭和13年、外務省外交顧問。1940年、昭和15年、中イタリア特命全権大使。1942年、昭和17年、 東郷持長が外務大臣に壊れ、中ソビエト連邦特命全権大使就任。1946年、昭和21年、数密顧問官。1947年、昭和22年4月、第1回参議院議員通常選挙に、青森県選挙区から出馬し参議院議員に当選。以後、第3回、第5回通常選挙で当選し、連続3期務めた。 参議院議員時代に緑風会の結成に参加した。淡丸事件において賠償権放棄の決議案提出に提出者の一人として関わるが、その内容には批判的だった。1947年、伊豆口勝治の死去に際しては、参議院本会議で懲意決議案を提出した。1956年、昭和31年12月の国際連合加盟に、 最初、日本国政府代表として、茂光葵外務大臣に同行し、国際連合総会に出席。1965年、昭和40年7月、第7回通常選挙に出馬せず引退。参議院では、1948年、昭和23年、参議院外交委員長、1949年、昭和24年参議院議長などを歴任。その他、 1953年、昭和28年から1971年、昭和46年まで、伊勢神宮法三会所代会長。また、日本国際連合協会会長等も務めた。フランス語、ロシア語が非常に堪能で、英語、ドイツ語も習得していた。入賞直後に、外交官補として在勤したサンクトペテルブルクで、ロシア語と、 フランス語の個人授業を3年間受けている。当時の天正ロシア首脳部では、フランス語が共通語であったこともあり、外交官補時代の佐藤はロシア語よりもフランス語が上達したという。ついで、ハルビン在勤となるが、当時のハルビンは統制鉄道が敷設され、ロシアの植民地のような状況でロシア語が共通語であったことから、佐藤はハルビンでロシア語を上達させた。 フリーメイソンのメンバーであったと記録に残っている。中ソ連大使の任命は、日本にとって戦局が悪化する中で、日ソ中立条約を締結していたソビエト連邦との中立維持がその最大の目的であった。佐藤は中立条約締結時に、当時の松岡外相が約束していた北カラフトの石油、石管理権の異常、及び、 日ソ漁業条約の更新を1944年、昭和19年3月に調印にこぎつけた。また、日本からは、仲介による独ソ和平に向けた交渉を要請され、佐藤はそれに従ったものの、イデオロギーなどで全面的に対立する両国が和平に応じる見込みはないという伝報を外務省に送っている。独ソ和平に消極的な佐藤の態度に対し、 日本国内では陸軍から佐藤の更鉄論まで出たが、重光葵外相が交代に反対し、広田幸樹、元首相を特使として派遣できるようソ連と渡るして陸軍をなだめることになった。佐藤はこれに基づいて、1944年9月にビャチェスラフ・モロトフ・ガエム人民委員に特殊派遣を申し入れたが、特殊派遣が何を目的とするか疑問であるという、 理由で拒絶された。だが、その後も、重光からは、陸軍の意を受ける形で、日ソ関係の強化と独ソ和平中介への交渉を求められ、その度に、佐藤は、中立関係の維持そのものが、問題になりつつあると否定的な返答を繰り返した。こうした日本から寄せられる、日ソ関係改善論について、戦後に、佐藤は、かつて軟弱と言われた。 自分以上の軟弱外交ではないかと、せせら笑ったと回想している。それだけに、条約の期限1年前までとされた、中立条約の廃棄通告期限、1945年4月25日が近づくと、心中穏やかではなく、期日をやり過ごして、自動延長を待ちたいと、神頼みするほどであ。だが、 4月5日にモロトフと会見した佐藤はその場で条約の1年後の廃棄を通告される。これを受けて佐藤が日本に送った電報ではソ連の狙いは米英に好意を得るためのジェスチャー対日参戦への決意を固めたものではない。このジェスチャーも米英にとってはむしろ迷惑に感じて、米英とソ連の摩擦が増大する可能性もあると記した。同時に佐藤はもしもヤルタ会談で決定した上で、 廃棄通告が出されたものだとすれば、自分の観察は根底から覆ることになると別の可能性にも触れていたが、問題はそこまで深刻ではないとこれを軽視することになった。1945年5月のドイツ敗戦後、日本国内ではソ連を通じた無条件降伏ではない和平の仲介を求める動きが起きる。佐藤はすでに戦争の体制は決まった以上。 ソ連が仲介の役に立つ可能性は少ないと判断して早期終戦を促す機密電報を東京の本省に送っている。7月に昭和天皇の意向でこのフミマロウ和平交渉の特使としてモスクワに派遣すること決まると7月12日に東郷持永外務大臣は佐藤に対して特使派遣をモロトフに申し入れるよう訓練した。だが、モロトフとは ポツダム会議の準備という理由で会うことはできず、外務人民委員代理のソロモン・ロゾフスキーに依頼を伝えている。佐藤は統合外相の指示に従って行動したが、ここでも本省に対して、具体的な条件を書いた特殊派遣の依頼ではソ連をどうすことはできないとして、無条件降伏に近い和平しかないという伝報を送った。佐藤は7月18日にロゾフスキーから、 天皇のメッセージに具体的定義がないこと、特使の使命が不明確であることを理由に特使を拒絶する回答を受ける。佐藤は、東郷の指示で再度特使派遣をソ連側に申し入れる一方、ポツダム宣言直前の1945年7月20日に、東郷に当てた長文の伝報では、すでに抗戦力を失いたる将兵及び我が国民が全部死を遂げたりとも、ために、 社職は救いはるべくもあらず、七千万民くさがれて上、引用者中、天皇も一人安泰たるおえべきや、重力過去の惰性にて抵抗を続けおる現状を、速やかに終止し、モテ国家滅亡の一歩手前にてこれを食い止め、七千万、同胞の途端の苦しみを救い、民族の生存を保持せんことをのみ念願すと早期に、皇室の維持のみを条件とした、 無条件降伏に近い講和を結ぶように要求していた。佐藤は日本からの和平交渉特殊派遣の回答をモロトフに求めていたが、ようやく8月8日に実現したクレムリンでの会見の席でモロトフから対日戦線復刻を通知されることになった。佐藤直岳は戦後に東方にソ連に和平仲介したことに、 貴重な一ヶ月を空死したことは承服できないと語っている。ジップ田中羊猿六の聖火田中家は、広崎藩主で、田中太郎五郎の子孫である。田中太郎五郎吉祥は、津軽家家臣で天正七年、1579年、六は、川合戦の折、四君、津軽ためのの身代わりとなって討ち死にし、合戦の勝利に導いた。その後に、田中家は、 津軽の行進として、弱視、田中宗衛門に桃石を加造し、その館跡が田中立跡として伝えられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。